笑けたわ。どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。ということで、見てもらうと分かる通り白亜が出ました。はい、ですね、今ちょっと経緯を説明しますとしますと、ちょっとね、白亜のね動画を見たんですよ。ちょうどモンストで、このジャック行きながら白亜に行ってる動画を見てたんですよ。で、これで白亜出たら面白いなと思って、だけど動画では白亜を狙ってガチガチのパーティーで行ってた動画を見たんですよ。だからジャックに行って、まあルシファー罪で行けば勝てるけど、まあちょっとね、これ勝てるかなっていうパーティーで行って白亜に勝つ動画撮れたら嬉しいなって思って狙っていったら、なんとほんまに白亜が出てびっくりって感じで、今回は攻略を見ずに白亜にね挑んでいこうかなと思います。はい、運極も今回入れております。はい、前回行ったのがいつなんだろう。まあ一応挑戦していこうと思います。パーティー紹介しましょう。まさか出ると思わなかった。よかった、まさか出ると思わなかった、ほんまに。いやー、前回出たのが去年だったと思う。去年のいつだったかな、覚えてないんですよ。でも去年、これ今回挑むパーティーはこちらです。ヒノエル、期間限定で運極にしたヒノエルの運極と、義経かな、源の義経、星5、6確定ガチャであったって義経、アンチダメージ王の光属性キラーと、最近重心化させたサノの重心化と、フレンドのルシファー。まあ号令1人入れてるんで、まあ勝てなくはないと思うんですよ。はい、結構ガチャゲンも入れてるしね。ちょっと前回いつ挑んだのか見てみよう。前回挑んだのが1月って書いてある。動画が1月に投稿されてるんで、今日が、3月の19日 18か18なんで2ヶ月ぶりですね。いや、やっぱ結構の頻度に出るね。まあ最初はスキルダメをしていくっていう感じだから、ザコをやっつければで、ヒノエルがアンチダメージオールと獣キラーなんで、でしかも友情にスピードアップを持ってるってことで、ガチのね白亜の適性なわけなんですよ。だから作ったんですよ。あと取っちゃった。まあここはもうスキルをね貯めていけば、ここはもう完璧にスキルを貯める場所なんで、もうだ、前回もう初めて白亜来て、もうガッチガチにパーティー組んで、ゴエモンとシンドバッドの神化とノエルか、あ、じゃあルシファーとドロシーかなんかで行って、もう号令何体も入れてたんで、まあもうここで、またハート取っちゃった。まあここでスキルダメをねすればいいですね。ここでひたすらスキルダメを生き返らせては倒すを繰り返すよね。いいですよね。またハート出てきた。あ、いいね、ノエル使えるわ。初めてね白亜でノエル使うんですけど、やっぱ使えますね。獣キラーなんでザコが一発で倒せるし、で号令が一人だけで、スサノオはワンウェイだし、ジョシツネはスサノオはバウンドで、なんかあの撒き散らすやつだし、義経貫通だし、まあルシファーがいるからね、まあルシファーが一体いるからってことで、まあなんとかいけるでしょ。危ない。まあここでスキルダメできれば、もう2面ではねスキルダメしなくてもいいくらい、だから全員の SS が貯めれるくらい、スキルダメできれば十分。次誰だ、ノエルか。いいね、ノエル使えるな、よかった。運極作ってよかったって感じです今ほんまに。あ、やばい、倒しちゃう、危ない。よく感しまーす。よし。まあ3体ゲットしたいんで、前回もしっかりスキルダメをして、3体ゲットして、まあ白亜は2体作ってるんで、もうこれでゲットしたとしても自分はもうラックを上げることにしか多分しないと思います。よし、倒すな。あ、ザコが1匹残ってる。まあいいや、いいね、順調です。はい、いや、まさかね白亜狙って出るっていうと、白亜狙って出るとは思わなかった。前回も寝起きでダークドラゴン行って、これで白亜来たら最高だなっていうパーティーで行ったら出たんで、今回もね、もう思い通りになった。よかった、嬉しい。まあひたすらスキルダメひ
たすらもうここではスキルダメっすね。まあ、光属性キラーだし。よいしょ。よいしょ。オッケー。あれ？あ、もうこれ突破するね。無理だな。あ、突破しちゃった。まあ、いやいやいや。まあ、次の面でもスキルダメします。まあ、運極がいるんで、ハートが出やすいしね。本当は、自分、運極最近、滝夜叉姫ができたんで、滝夜叉姫で行こうか迷ったんですけど。いや、よかった。ノエルで行っとってよかった。よかったよかった。さっさっさ。よーし、オッケー。あかん！あかん！危ない。危ない。危ない。倒すとかやった。でも、言うてだいぶ、スキルダメ生きてるか。よし、オッケー。これは勝てるでしょ。まあ、ルシファーの号令を残しつついきたいから。よいしょ。やばい突破しちゃった。だから結構マスキルダメできたから。いいでしょ。いいと思います。次誰？草野か。どうしようかな。ノエル当てつつ。あ、全然ダメだ。全然ダメだった。下に行く？下に行くよ。これ難しいな。ノエル当てつつ、ノエルが地味のスピードアップ S だからね。うわ、やばっ、やっべ、めっちゃ食らうやん。うと危ない危ない。これ言うてね、言うて負ける可能性全然あるから、全然これ負ける可能性あるから。やば、固まってたからめちゃくちゃ食らった。やばいやばい。 SS 取っかな。怖くなってきたな一気に怖くなってきた、一気に怖くなってきた。 SS 打っちゃおうかな。いやー、これもったいない気がするけど、 SS 打つのもったいないな。うわー、怖くなってきた、怖くなってきたな。SS18 ターンでたまるし、打っちゃおうかな。打と、怖いから、怖いから打ちます。でハートは取りたくないんで、盾でシャキシャキしながら。よいしょ。クラマの陣痛、うわ、めっちゃ強いめっちゃ強い。倒すんちゃう、これ倒した強え、痛げっち。いや、怖い怖い。固まってたらだいぶ食らうから。いやー、怖い。自分がね、初めて白亜に、うわ、これ固まりすぎでしょ。自分が初めてね、白亜に遭遇した時は、友達とね、映画館に行ってた時なんですよ。はい、久しぶりに友達と映画館行ってた時に初めて白亜に遭遇して、全然白亜狙ってないからっていうので。あれ、これで俺雑魚倒せるぞ。倒しちゃう。 OK。で、これ固まってるとだいぶ暗いよ。固まらない方がいいよ。よしよしよし、いけるね。ここの白亜は、この中ボスの白亜は、なんか、なんていうの、普通のさ、クシナダ引っ張るよりなんか打撃の方が強いみたいな、ぶつけていった方が強いみたいな。ここの白亜はそうなのかな。友情通るのかな。あ、やっぱあんま通らないか。叩いた方がいいのかな。ハート出た、嬉しい。よしよしよ、あ、めっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強いわめっちゃ強いわ。うおー、怖いけど大丈夫。はい、で、あと3ターンまでに倒さないと逃げられると。うん、あと2ターンか。あ、でもきつくね。結構きついぞ。弱点叩きたい。うわ、叩けない。これやばくね。これ、え、これやばいぞ。あと一旦、え、倒せるかな。え、倒せないかもしれん。倒せんかも。え、3体ゲットできないかも。 OK 危ねえ。今のは運が良かったわ。よし、ボス、よかった。今の絶対ダメだったやろ。お前、いけたいけた。さあ、ボス戦。よし、ハマってない。うまいこと、ザコもいっぱい倒せそうです。いきましょう。はい全然届かないです。ヒーリングオール出てきてくれた、嬉しい。
回復しながらの雑魚倒し、オッケー、完璧完璧完璧、蘇生、雑魚をいっぱい倒したい、オッケー、雑魚全部倒せるよ、オッケー、完璧完璧完璧、回復しつつパッパッパッパ、ちょっと叩いただけ100万とかで、うわハマってる、マジか、抜けろ、よし抜けた、オッケー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 と、あいいわ、めっちゃノエル使える、めっちゃノエルのスピードアップ使えるわ、叩いて上、よし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 、オッケー、だけど硬いな、うわめっちゃ食らう、めっちゃ食らうし、硬いな、硬えな、硬いな、弱点叩きたい、うわマジマジか、やばい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 、あぶね、あやばい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 、やばいっす、やばいです、非常にやばい、ハート取れ、うわ
でね、水の遊園が近々来るらしいので、じゃあラストガチャ引いて終わろう。ラスト一回ガチャ引いて終わります。水の遊園が近々来るらしいので、水の遊園でね、応募今56個あるので引きたいですね。一回だけラスト引いて終わろう。一回、うわー、もったいない。クソ、勝ちたかった。ストライクショット、欲しいやつ別にいないんだけどね。何かしらの星5、6が出てくれた。チャンネル登録よろしくね。 Please subscribe。Thank you!